キャサリン・ルイーズ・ロールズはアメリカ合衆国の元女子競泳競技選手、元女子彦込競技選手。1930年代に全米水泳選手権で合計33個のタイトルを獲得し、1938年当時において合計18個の米国記録を保持していた。1965年の第一回国際水泳伝道入りメンバーの一人でもある。 1917年6月14日、キャサリン・ロールズは、米国テネシー州ナッシュビルで生まれた。2歳の頃に、フロリダ州セント・オーガスティンで水泳を習い、7歳の時に、タンパで7.6メートルの引込み台からの高飛び込みを始めた。現役時代、ロールズは時にミノーというニックネームで呼ばれた。妹のドロシーとエベリンもフロリダ州の競泳チャンピオンで、3人は、 ロールズダイビングトリオとして知られ、末の妹ペギー、飛べ込みチャンピオンの弟ソニーと共に、ロールズウォーターベイビーズとして、各地のジュニア大会やエキシビションに出場していた。ロールズは14歳の時に1931年夏の全米水泳選手権に出場し、300メートル個人メドレーで世界新記録を出して、当時のスター選手、エレノアホルムに勝ち、 翌日には220ヤード平泳ぎで王者マーガレット・ホフマンにも勝ってセンセーションを起こした。翌年の1932年にフロリダ州ハリウッドからフォートローダーデールへ移り、1932年ロサンゼルス五輪の米国代表選考会に出場するためマイアミビーチから講演を受けた。 代表選考会でロールズは驚いたことに200メートル平泳ぎで予選通過できなかった。コーチは力を温存して3位で予選通過を目指すよう言っていたが、かろうじて4位に終わった。その後、飛び板き込に出場し、驚くべきことに王者ジョージアコールマンに勝った。高飛込は強風のため出場を取りやめた。 ロサンゼルス五輪でロールズはコールマンに次ぐ銀メダルを獲得した。1932年9月の全米選手権では飛びいた込みで再びコールマンに勝って優勝し、さらに300メートル個人メドレー、220ヤード平泳ぎ、880ヤード自由形の3種目でも優勝した。その後もロールズは勝ち続け、しばしばエキシビションやカーニバルにも参加した。 1934年には水泳十種競技に出場し、5万人の監修の前で十種目、すべてで優勝した。ニューヨークタイムズは1935年までに全米選手権で行われる9種目のうち7種目で、ロールズを優勝候補に挙げた。ロールズの最も得意な種目は、個人メドレーと距離の長い種目だったが、1930年代には、どちらも、 五輪種目ではなかった。1936年のベルリン五輪においては、個人種目の100メートル自由形で決勝に進出した、ものの7位に終わり、400メートル、フリーリレーで、銅メダルを獲得した。3メートル飛び板引飛込みでは、まだ13歳のチームメイトである、マージョリー・ゲストリングに、最終試技で敗れるというショッキングな結果となった。ロールズは飛び込み競技ではなく、 飛べ込み競技の後に行われる競泳競技に集中していたのである。1937年には日本で競泳大会に出てから帰国し、サンフランシスコに到着した数時間後に全米選手権に出場して4つの個人種目で優勝するという空前絶後の記録を作った。これにより AP 通信の年間最優秀女子アスリートに選ばれ、 ジェームス・サリ・バン賞の投票でも3位に入った。そして、翌年1938年の全米選手権でも出場した4種目すべてで優勝した。当時、ロールズは個人メドレー、自由型平泳ぎで合計18個の米国記録を保持しており、個人メドレーでは8年間にわたって無敗だった。1939年に競技生活から引退したが、 1948年にカムバックして、ロンドン五輪米国代表選考会の3メートル飛び板引込込に出場した。ロールズは決勝には進出したものの108.56点で5位に終わり、ロンドン五輪への出場はならなかった。この種目で111.14点をマークして2位に入り、米国代表に選ばれたビクトリア・ドレイブスは、ロンドン五輪で金メダルを獲得している。 キャサリン・ロールズ1930年代当時、全米選手権は毎年春と夏に開催されていた。ロールズは、春夏の全米選手権において、競泳競技で28個、飛べ込み競技で5個、合わせて33個のタイトルを獲得している。その詳細は次の通りである。1937年11月、ロールズの両親は、広告企業の経営幹部、 ウィリアム・スターとの婚約を発表した。しかし、1938年5月18日、ロールズは母親に知らせずに航空機パイロットのセオドア・エイチ・トンプソンと結婚し、フォートローダーデールのトンプソン航空学校で働き始めた。彼女は現役の水泳選手である一方で、パイロットの免許も持っていた。エキシビションでの水泳は続けながらも1939年の 全米選手権には出場せず、1940年の五輪大会が第二次世界大戦の影響で開催中止になると現役から引退した。1942年に女性補助輸送部隊が創設されると、最初のパイロット29人の中の一人となった。ワフスの基地はデトロイトに置かれ、米軍の軍務の一つとして軍用貨物の運送を担った。 伝えられるところでは1943年に夫が離婚の訴えを起こしたが誤解が原因として訴えを取り下げ彼女がデトロイトからフォートローダーデールに戻るのを待ったロールズはウェストバージニア州ホワイトサルファースプリングスのグリーンブライアーホテルで20年間にわたって水泳のインストラクターを務め1965年には新設された国際水泳殿堂への 1> 第1回電動入りメンバーに選ばれた。国際水泳電動の開設地がフォートローダーデールに決まった大きな理由の一つはそこがロールズのホームタウンであるということだった。国際水泳電動が公式にオープンさせたプールは1930年代に彼女がトレーニング場所としていたカジノプールのすぐ近くにある。1982年4月8日、ロールズは 数年間の闘病生活を送った後、癌により64歳で死去した。ありがとうございます。